こんにちは。一般社団法人インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。今日はワイヤーの伸ばし方をご紹介したいと思います。このようにまっすぐ手を出します。そこにワイヤーを浅く引っ掛けてください。こんな感じですね。次に小指側に上から下に、ね、伸びているワイヤーの先端を見つけてくださいですね、はい、こんな感じです。そうしましたら手をパーにしてスルスルスルっと横に引っ張っていただくと綺麗に伸びます。ここでギュッて握ってしまうと綺麗に伸びませんのでご注意ください。